このようなハードケースに付属しているスポンジ、これを形をきれいに切り取ってベースのミュートに使っていきたいと思います。本来であるとこのブリッジの部分にカバーがついてあって、そのカバーの裏側にスポンジがついてます。そのスポンジがこのサドル部分に触れてミュートするっていう役割を持っているんですが、まあ、これ1963年か4年ぐらいの古い楽器なので、もうそのスポンジ部分は劣化して全然効果がない状態ですね。なのでこういうふうに今はスポンジを自分でつけてミュートのサウンドを出すようにしてます。では実際に音を聞いてみましょう。